中村の一日を見てみましょう。朝ごはんの時見ているのはなんとサッカーのビデオ。ボクシッチ。チーム練習は毎日3時間。投稿イレブンの中で中村のテクニックは練習でもひときわ目立ちます。夜の7時以降は自主練習。中村は毎晩課題を決めています。この夜はフリーキック。1本ごとに集中。理想のゴールをイメージしながら1本ずつ大切に蹴っていきます。結局いつも切り上げるのは一番最後。照明を消されてしまうこともしばしばです。毎晩10時前後の帰宅、食事と入浴後、中村は大抵自分の小学校の頃のサッカービデオを見ています。はあ、今じゃできないわ。若いな。息抜きのテレビゲームはなんとまたもやサッカー。遊んでいる時もサッカーなんです。これも結構なイメージトレーニングなんですよ。ああ、そうなんだ。はあ、とにかく一日中サッカー。部屋もサッカーだらけ。ワールドカップに出たいですけど、はい、やっぱもっと世界のトップレベルっていうか、はい、体験したいですね。やっぱ通過点にしか過ぎないんで。まあ、旬の場合は天才ではないんで、本当にもう努力をコツ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 毎日毎日、朝なんかもやっぱり7時ちょっと過ぎからグラウンドでフリーキックとかやってましたし、夜もやっぱり全体練習が終わった後9時とか10時までナイター消すまでずっとやってましたんで。
こういうところ見習いたいっていうのは綺麗。全部だよ。筋力だよ。負けたんでいいことはないと思いますけど、次につなげればいいと思います。人を生かして自分が光るっていう感じで、次の次を読んで他の人を生かすようなプレーができるんで、隣にいて勉強になりました。ポジション展示に関しては監督もね、俊介が中でやりたいっていうのを知ってるし、まあ、そのバランスっていうのをやっぱり一番近くにいろいろ感じてやらなきゃいけないと思ったし、ベースはレグ主人公スポーツいただいてや、レグ主人公スポーツいただいてや、ケータスッシュネブ、ケータスッシュネブ。中田秀俊7番、サントスアレサンドロ14番、戸田和幸。トルシエが選んだ日本代表メンバーの発表で中村俊輔の名前が呼ばれることはなかったのです。小沢光雄19番。誰もが予想しなかったまさかの落選。町には号外まで配られる騒ぎに。まあやったことはやったんで、はい、特に悔いみたいなのないし、まあ、すぐ切り替えて、なんですか、目標みたいなのは、まあ、自分で作ってますし、まあ、それに向かってやるだけなんで。24歳になった俊輔が新たな活躍の場を求め選んだのは世界最高峰のリーグ、イタリアセリエ A。
その前に何回かずっとフリーだったんですけど、ね、やっと転がってきたという感じで、まあ、信じて走ってたのが良かったと思います。惜しいじゃねえ、しょうがないですけど、長い目で見たときにはやっぱりやり方は間違ってないと思うし、je pense qu'avec Nakata et Nakamura, l'équipe du Japon je vais pas dire trouver parce que c'est des joueurs que tout le monde connaît maintenant, mais ils ont deux joueurs et possèdent deux joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment et Nakamura。ものすごく意欲的になるけど、帰ってきた途端に元気なくなると。まあ内容としてはちょっと最低ですけど、まあ、僕も含めてみんなもう少しちょっと考え方を変えてやらないと、ちょっと手遅れになる前にどうにかしなきゃいけないと思ってます。ジーコの手腕に疑問が投げかけられる。それでも神様に迷いはなかった。Uma afinidade muito grande com o Japão. Sou muito grato por tudo que o Japão fez por mim desde que cheguei aqui. Então não quero atrapalhar em nenhum momento em nada. まあ日本よりは暑くないっていうのはありますけど、まあ相手どのこのように自分たちがサッカーして。いいスタートが来てればと思いますけど、まあ、勝ち点3取るのもそうですけど、波に乗っていくような戦い方ができれば、まあ、決勝までいけると思うので、まあ、そのために大事な初戦なので、いい形で勝ちたいですね。最初に PK を外してしまった中村俊輔は守護神川口の胸にしばらく顔をうずめていた。いや完全神様でしょ、日頃からお世話になってるのにまだ
助けてくれるのかと思うし、今でもそういう感謝の気持ちがあります。自分はこのプレッシャーだけしてればいいっていう風になると、いくらいい選手が揃っても勝てないんで。守備の時のそういうコンビネーションみたいなのは、まあ、3バックの方が選手はやりやすい。10万人を超えるイランサポーターがスタジアムを埋め尽くしていた。いや、声援がもうすごすぎて、このアップしててもここの声が聞こえないんですよ。え、こんな近くですか？この声が聞こえないぐらいすごいうるさくて、あとすごいやっぱプレッシャーもありましたし、圧力ファンからの、もありましたし、やりづらかったですね。アウェーのそのなんですか、そういう圧力っていうかプレッシャーに負けないで普段通りのいつものプレーするのは多分無理。焦ってこう判断が鈍って来てないのに来たと思って蹴っちゃったり、だから絶対ミスはするんですよ、アウェー行くと。だからそれをすぐに修正できるチーム力が大事だと思うんですけどね。1-1 になった後の時間帯がどうするのかっていうのは、まあ、僕個人的にジーコに聞いたら攻めろっていうことで、まあ、攻めてたんですけど、まあ、行った結果が、まあ、取られちゃったんですけど、自分たちのサッカーをちょっと探してるというか、もうヒデさんとも喋ってたし、終わった後も喋ってたんですけど、まあ、いろんなポジションの話と、あとはちょっと監督を交えて喋ろうかっていうのもありますけど、イラン戦がちょっともうちょっとやりたかったですね、ちょっと難しかった、いろいろ何歳にどうするべきだったのかとか、もうちょっと意識しすぎて、ハーフタイムにいろいろマスさんとか声かけてくれたんですけど、引きすぎてちょっと頑張りすぎたみたいな、お前はこう相手の攻撃を脅かしてこう小馬鹿にするぐらいがお前の良さだから、お前いけ。紙面を騒がせた
中田問題。結構追い詰められてると思うわけ、彼的には。それはどうだった、瞬から見て。そうだね、例えばトッティとかな、トッティさん時だってさ、トッティよりいいプレーしてんのにさ、やっぱりローマっ子だからどうしてもトッティに取らねとか、そういういろんな経験してるから、今回なんかちっちゃいっしょ。Depois, eles vieram falar comigo a respeito da formação, em relação a três zagueiros ou quatro zagueiros. Mas isso não modificava nada porque... 中田をボランチ、中村をトップ下で起用。二人を共存させながら、多くの選手が支持した 3-5-2 に移行させた。結構後ろの方で、ヒデさんがボールを持ってゲーム多分作ると思うんで、あのフォワードを、もっと助けたらなと思います。ただまあ1対1とか大事なとこは集中して絶対負けないように、相手をそこまで警戒するんじゃなくて、自分たちのサッカーをもっと突き詰めようっていう、絶対に自分たちのプレーすれば勝てるんだっていうのをみんなで話してました。自分が入ってそれ低くなるのだけはね、嫌なんで頑張って。日本のファンタジスタ中村俊輔がスコットランドリーグセルティックに移籍。また新しい環境でいろいろ難しいことだったり壁があると思うんですけど、そういう壁に当たらないと絶対に僕自身も大きくなっていかないと思うし、だからこういう道を選んだ。まあ、すごい初めてやった試合で勝てたのは良かったと。一個一個いいプレーに歓声というか声が聞こえたんで、こう自分でも自信を持ってプレーできたし、まあ、一応なんていうんですか、今日小田町みたいなのもらったものもファンのおかげだと思ってる。うん、俊輔がサッカーノートに記していた決意。連動して動くようなね、サッカーをしなきゃいけないのに、それが向こうの方がしてたんで、朝は熱は引いてんのに夜高い熱が出たりとか、監督がダメだと思ったら変えてほしいし、変えてもらっても全然あれだしっていう話をしたら、負けてる時も勝ってる時もそのゲームの流れを読む目が あるから、こう変えられないと。それで何が言われようが自分が責任を取るから、だから変えてくれとか言うな。指揮官の叫び、その多くは絶大な信頼を置く司令塔に向けられたものだった。そう、ジーコはチームの命運を俊輔に託していたのだ。
Player of the Year, Shunsuke Nakamura. 日本人初の快挙。ヨーロッパ一部リーグで年間 MVP を獲得した。The SFA goal of the season with Setanta Sports is Shunsuke Nakamura. シーズンを代表するベストゴールに選ばれたのはこのゴール。サイド攻撃の連携も含めて大切なのはイメージの共有。実際に中村は積極的にコミュニケーションを取り続けた。そして中村俊輔決めた。すごい。日本先制。中村俊輔。玉田の左足だ。入った。日本は早いリスタート。中村俊輔ファンサイド終了だ。中村俊輔日本を4大会連続のワールドカップ出場へと導いたのである。ここまでチームを牽引し続けた中村が戦術上の理由でスタメンから外されてしまう。今までのサッカーでダメだから自分が出してもらえないっていうのは自分の能力がないっていうので単純に悔しかったですね、自分で。でも合ってると思いました。日本にワールドカップで勝つんだったらこれしかないとは思いました。これの方がいいサッカーだと思って。勝てるいいサッカーってなんだろうな、勝ちに近いかな。これもまた修行だと思って、今まで逆に僕を信頼してくれたんで岡田さんは、その分逆に外されても答えなきゃと思って、やっぱサブの人たちのメンバーとシュートで一生懸命とかやったり、森本とかねあんま出れなかったけど、中村は悔しさを押し殺し、チームをサポートすることに決めたのだ。顔色一つ変えずに、本当チームのために戦ってるな。出てない選手が出てる人のためにあれこれするっていうのはすごいことだなと思ったんで。常にこうみんなのこうためになるようなことをしてくれてたので、本当頑張ろうっていうふうには、個人的にはなりましたしね。みんなもそうなったと思いますね。こうして日本は自国開催以外で初のベスト16進出を果たした。そして次なる舞台はブラジル。さらなる飛躍へ、いよいよ最終予選が始まる。最終予選の中でチーム力を上げていくってことも、そうですね、上げれるチャンスだと思います。それがワールドカップにもつながるし、チームが一丸となるチャンス、チームの戦術とかいろんなことがこうより濃くなる、それができるメンバーだと思うし、頑張ってほしい。